はい、ルルカです。今回は楽天モバイル契約しているんだけど、普段から楽天リンクを使っていない方、そんな方向けの注意喚起動画になっています。まあ、どういうことかというと、この画面ね、楽天モバイルさん公式からの、ね、お知らせになっているんだけど、公式のお知らせでこんなのが出てきました。楽天リンクアプリのバージョンアップデートのお願いということで、お客様各位、h e より楽天モバイルをご利用いただき、誠にありがとうございます。下記に言ってより、アプリ起動時に楽天リンクアプリのバージョンアップに関するメッセージが表示されますので、お手数おかけしますが、アプリのバージョン バーーージョンアアッッププデデトトをおお願いいいいいたたしまますなな実施さされない場合一部機能がごご利用だだけませんのでご注意くださいということで、なんとね、楽天リンクアプリ、バージョンアップしないと一部機能がね、利用できなくなっちゃうんで、とりあえずアップデートしてください。そんなね、お知らせになっています。で、このお知らせなんですけれど、メッセージの表示期間、7月20日からという風になってるんですけど、なぜかね、今日7月18日なんだけど、モリルカの楽天ハンド 5G にはアップデートしてくださいの表示が出てきました。なので、楽天ハンド 5G なんだけど、それに出てきた楽天リンクのアップデートの方を済ませました。本当はね、 すぐ電話したい用事があったんですけれどそれがあったことによってねまあ、ちょっと時間を食ってしまったんですけど今回の、ね、このアップデートに関してははいこちらねご注意ってところにも出ているんですけれど楽天リンクアプリのこのねバージョンアップを済ませないと通話発信を含む楽天リンクアプリをご利用いただけなくなっちゃいます、まあ、着信はね利用できるってことになってるので、まあ、着信自体はね問題なかったりとかするんですけど、まあ、楽天リンクを使ってる方まあ、電話ね自分からかける方も多いんじゃないかなと思います電話無料なんでなんだけどそれを利用することができないでね最初にも言ったんですけど 方で、ああればね多分この辺の辺アップデート気づいてすすぐやると思うんですけど普段あまり利用しない方ですねで、まあ、たまにね、使いたいなっていう時に関して、アップデートを済ましておかないと、この楽天リンクのね、端ができなくなってしまうので、まあ、とりあえずね、今回、このね、動画を見ていただいたら、すぐね、アップデートしていただきたいな。まあ、もしくは一応、7月20日からなんで、ルルカのとこにはなぜかね、今日来ていたんですけど、このアップデートってね、タイミングずれたりとかすると思うので、まだ来ていない方もいるかもしれないんだけど、これを見てもらってね、まあ、7月20日以降に来るんだって覚えておいていただければ、そこでアップデートしてもらえば、まあ、普段はあまり使ってないんだけどね、 ま突然、まあ、ちょっと今日今すぐ電話したいなっていう時に、まあ、ルルカそのアップデートすることによってちょっと時間かかっちゃったんだけど、アップデート済ませておくことによってね、スムーズにね、利用することができると思いますんで、今回ね、楽天モバイルの公式のお知らせでも出ていたので、紹介のをさせていただきました。普段から楽天リンク使っていない方に関しても一度、楽天リンクアプリを確認してもらって、アップデートがもう来てる方に関してはね、アップデートのを済ませてみてください。今後もね、楽天モバイル関係はもちろんなんですけど、格安シムだったり、キャリア情報だったりとか、まあ、ルルカがね、気になる情報に関して動画にしていきますんで、よかったらチャンネル登録、いいね、コメント、 お願いいいいたたたししままます今回も動画の最後までごご覧いただきありがとうございましたちなみにね今日楽天リンクアプリでね久々に電話したんですけど電話音質何の問題もなく使うことができました無料でね利用することができる楽天リンクアプリお得だと思います